皆さんこんばんは、MK です。今回も脱獄ごっこプロというゲームで遊んでいきたいと思います。脱獄ごっこプロとは基本プレイ無料の脱獄をかけた人狼と市民の対戦オンラインゲームですね。そして今回も前回に引き続き脱獄ごっこプロだけで遊べる新モードバトロワで遊んでいければと思います。タッグを組んで戦う生き残りをかけたサバイバルマッチですね。前回は2対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 2の合計10人でバトルロワイヤルしたんですけども、今回は3対3対3 3チームに分かれた合計9人で戦っていきましょう。なので前回よりもチームワークが大事になるかと思います。そこ敵がいるな、高で攻撃しちゃってもいいですけど届くか。はい、ここ一発撃ちまして OK、 当たった。この調子でガンガン相手のダメージを稼いでいきましょう。高があと一発しかないな、撃つちょっともったいないか。ハトとかでもいいんですけど、おーっと、うまいな、あの人。自分でハトを使って上に上がったってことですね。で、感心してる場合じゃありません。手前に敵が来ました。ちょっと待てよ。ここは一旦逃げましょう。MK さん今人狼棒とか持ってないので、近距離はちょっと苦手ですね。宝箱をね、どんどん開けて、AI アニマルアイテム稼いでいければと思います。人狼棒がやっぱ近距離は一番強いと思うので、ちょっとまだ開いてない宝箱ないかな。結構もうみんな開けちゃった感じか。はい、ここの建物とか開いてるな。この船っぽいところも開いてる。あ、後ろの車の横開いてませんね。よし、じゃあそこに向かっていきましょう。人狼棒欲しいよ。ないかな。はい、開けよ。びっくりした、味方だよね。おお、びっくりした。はい、でここも開けて開けて、人狼棒手に入らないな。一応ね、持ってる敵を倒してもゲットすることはできるんですけども、戦いにやっぱ必要なので、最初ね戦って結局相手も倒さないといけないからさ、戦わずしてゲットしたいところではございますが、はい、ここないですか。ないな。全然手に入んないな、人狼棒。まあ、ヘビのトラップはゲットすることができました。これもどっかでうまく使えればと思いますが、敵いる？いないな。まあ、結構味方も、ダメージは受けてないので、そんなに、大ピンチというわけではございませんが、敵来てるよ。ちょっと待て、登ってくるか。次来たら攻撃するけど、来た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 。しかも2人来てる。やっぱ MK さんね、この鷹が強いと思うんですよ。ちょっと離れたところから大ダメージの爆発を与えられますからね。そしてちょっと距離が近くなってきたので、ここはイルカで戦っていきましょう。まず手前のその緑チーム、ちょっと待て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 、やばい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 。人狼棒持ってたよね今。あんまり近距離だとこっち 部が悪いので、長距離で戦っていきましょうか。ああ、後ろからもう来てる円が。あの円の外に出ると、もちろんね、大ダメージ受けてしまいますので、外に出ないようにだんだん狭くなっていく、範囲内で戦っていきましょう。やばいやばいやばいよ。ここは D ので、ちょっと落ち着け落ち着け、やばい。こんなキワキワで戦うの良くないな。吹っ飛ばされた時にやっぱ外側に行って大ダメージ受けちゃいそうですからね。はい、でさらにここ高投げて、あー今の当たってないのか。当たってそうだったけどね。待てよ、2人いるからそいつ行くか。はい、ここさらに高打って、 MK さん高ばっか。そしてもう高なくなっちゃった。こっからはイルカで攻撃していきましょう。ちょ、変に距離が近いから当たりにくいな。ほら、打て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 、ちょ、 MK さんのエイムがエイムが下手すぎる。あ、いいよ、緑チーム1人ダウン。お、やられてんね。じゃあこいつまず倒しちゃいましょうか。ちょっと待てよ、味方もいるけど、あ、まず回復しようか。はい、ここで回復回復回復で、もう待て、君あんま体力ないでしょ多分。さっき近づいてたよね。オッケーなんとかイルカで倒しきることができました。そしたらここ、はい、宝箱を拾って、人狼棒持ってないの人狼棒持ってないじゃん。ちょっと待って、ここ、あー、ちょっとやばい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 。はい、この崖の上から、待てよ、うまい感じに距離感保って攻撃していく。ここ、青2体対赤2体になってますね。もうこれいけるんじゃない。いけ、頑張れ頑張れ。あ、やばい、味方やられた。嘘でしょ、ちょ、1対2になっちゃうよこれじゃ。あ、ギリギリやられてない。いけるぞ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 。はい、ここ落ち着け、このキワキワのところで持ち替えて猫パンチで戦いましょうか。一応猫パンチもね、近距離強い攻撃ではあるんですけども、いけ、もうちょいもうちょいもうちょい。ちょっと待って、多分あいつ結構体力ないぞ。よし、当たった、もう一発、やばい、そこ火炎放射か。ほらほらほら、猫パンチ猫パンチ、やばい、やられた、こっちやられた。オッケー、倒したよ、一人倒したよ、あと一人、ナイス
ということで、なんとか MK さんとどめも刺すことができました。バトロは勝利でございます。 OK。 はい、ということで2回戦の前にロッカーにやってきました。今回 MK さんは少し前のガチャ動画で当てたこちら、龍巫子水葉を使っております。そう、たくさんのねスキンから自分のね好きなように見た目を選ぶこともできますし、こういうね所持アイテムがあればいろんなねアクセサリー的なものもつけることができます。皆さんぜひね好きなあのスキンとか好きな格好でプレイしてみてください。あとはエモートとかもね結構ガチャを回してるといろんなものが手に入ったりするので、まあプレイ中余裕があるときはねこうレアなエモートとかを自慢してみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで次の試合もじゃあ変わらず MK さんの好きなこの龍巫子水葉のスキンでやっていければと思います。よし、2回戦いきましょうか。今回も1回戦と同じように華麗に勝利していければと思います。そしてさっきはねちょっと遠距離武器とか MK さんあんまり使いこなせていなかった感があるので、今回は遠距離武器も意識しながら使っていきましょう。そしてお人狼棒ゲット、も遠距離武器使いたいって言ったら近距離武器最強のが手に入ってしまう。そしてこの辺りも開けまして、おイルカ結構集まってますね。あとはお来ました火炎放射の D の、この火炎放射もねなかなか強かったりするのでしっかり弾を貯めておきたいと思います。でアシカのシャボン玉とあとタカも揃ってきてますね。やっぱタカ使いやすいよ皆さんもあの初心者の方ぜひタカをね、うまく使ってプレイしてみてください。そしてまだまだ空いてない宝箱ありますね。もうあの敵がいないんだったらガンガンこっちで宝箱を先に開けちゃって、相手にねあんまりこう AI を渡さないというのも一つの作戦でございます。おその辺めっちゃいるな。戦う？とりあえず鷹で待てよ。うまく距離を測って一発撃っておきたい。あそこ作った砂山 OK 壊せました。こういう感じでねあのトラップ系のやつは壊せたりもするので、そういうあたたた作戦もありっちゃありですよね。なんでこっちいきなり近づいてきたのまあ人狼棒あるから OK 倒したやっぱさっきの鷹当たったのがでかかったですね。よしじゃあこの人倒しちゃいまして、今度は待て、あぶね、どっから飛んできた今の鷹。めっちゃダメージ受けたんだけど、うわ回復したいけど、ちょっと遠距離攻撃頑張るって言ったから頑張ろうか。はい、ここ一発撃ちまして、当たれ、その鷹で OK 飛んだ。待てよ、どこ来る、どこ来る、いる、あいた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 、待て一回離れようMK さん体力ないからさ、遠距離ででっかい攻撃食らっちゃったら終わりですからね。あそれちょっと MK さんにちょうだい、 OK ありがとうちょっとだけ回復することができました。そして味方もあちょっとダメージ減ってる人もいますね。で敵がおもう青チームは壊滅した。あとは緑チームか、緑でも3体いるな。今3対3の状況でございます。赤結構まとまってていい感じですね。あそこにいるんじゃない、緑チーム2人いるな。一気に攻め込みますか。こっち3人いるんで数的には有利だと思いますが、はい鷹を使ってまずは長距離稼いでいく。ちょなんだよ、えめっちゃ飛んだ、なんだ今のちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、イルカの、あちょちょ落ち着け落ち着け落ち着け、おいイルカの打ち合いか、イルカの打ち合いか、あ一人やられた、待て落ち着け落ち着け、ここ打ち合いだよ打ち合いだよ、待て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 この壁を挟んだイルカの打ち合い、あれいる、いなくね、あれいますか、こんにちは、いる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 、はい人狼棒、待て、あ人狼棒になってない、落ち着け落ち着け落ち着け、あー行っちゃったか。ここさやっぱり長距離のこういう鳩とかうまく使っていきましょう。鳩はね攻撃範囲がめちゃくちゃ広いのでこれはこれで使いやすいんですけども、相手まだあと何人いるの、ちょっと待って、いた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 、はいそこ2人いるね、落ち着け、ここイルカをまず撃っていく、ほらイルカの打ち合いだ、当たれ当たれって、ちょっと危ない危ない、やべ体力が体力がなさすぎる、どうしよう、待って、あ1人ダウンした、オッケーオッケーオッケー、そいつ倒しちゃって体力回復するわ。はい君が落とした宝箱で回復しようと思います。素晴らしい、いいよいいよ、はい切り株の上のもしっかり拾っていく、うわでもそんな回復しなかったな味方に半分以上取られちゃった感がありますが、まあまあまあ味方なんでいいでしょう。そしたらあと2人そこにいるのか、お
ありがとう一気に爆破で倒してくれたみたいです。ナイス。ということで連続勝利を収めることができました。バトロワ MK さん結構上手くなってきたね。皆さんもぜひね1位を目指して遊んでみてください。はい、ということで今回も脱獄ごっこプロというゲームで遊んできましたが、いかがでしたでしょうか。脱獄ごっこプロは基本プレイ無料のスマートフォン向けオンラインマルチ対戦アクションゲームでございます。概要欄の方のダウンロードリンクからダウンロードして今すぐ遊ぶことができますので、ぜひ皆さんも脱獄を目指して遊んでみてください。ということで今回の実況はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。